西川龍馬、規定3割なし、20本塁打なし、獲得タイトルゼロ、今年の FE 注目選手だった理由。なんや？ジェネリックコンドじゃんか、守れるし。福田枠？言っても年俸そんなに安いわけやないしな。天才だからな。背ではナンバーワンのアベレージヒッターだからな。悪球打ちにありイコール天才のイメージやね。現場的にはミートとかこいつが一番うまいらしいし、折り行きたがってたから、地表がいいから、センターとセカンドに置けるから、3割なし20本なしタイトルゼロの今宮が FE したら人気なるやろ。ベストナインとゴールデングラブ取ってるやろ。注目選手だったら近藤みたいにヤバい金額積まれて FE してたんじゃね。近藤がギリギリまで FE しなかったから西川もしなかった説。1年目からずっと毎年必ず3割前後打ってるし、パワーもつけてきて2桁本塁打も打てるからな。近藤見て後悔してそう。洗いが悪い。ご視聴ありがとうございました。他の動画もぜひよろしくお願いします。